国鉄8620形蒸機機関車、国鉄8620形蒸機機関車58654号機、SL 人吉に使用される58654号機58654は、九州旅客鉄道が、胴体保存する蒸気機関車で、日本国有鉄道の前身である、鉄道員が製造した8620形蒸機、機関車の一両である、 湯前線で使用されていた頃の58,654、1922年、日立製作所、笠戸工場製で、同年12月26日に、浦上機関庫に配置され、長崎本線で使用された。その後、九州各地を転々とした後、1949年6月21日付で、西唐津機関区に転属し、唐津線で使用された。 1961年4月20日には、唐津線でおし列車を牽引している。1964年に、若松機関区に転属し、畜放課路線で使用され、1968年6月1日付で、人吉機関区に転属した。湯前線での使用を最後に1975年3月31日付で、 廃車され、被殺線や竹駅前の人吉市 SL 展示館に展示されることになった。申請から廃車までに走行した距離は300万キロメートル余りであった。九州での SL の復活は1987年7月4日に、1989年の文字港、開港100年と九州鉄道100年の記念イベントとして、 長期機関車を復活させようという北九州市長、末吉孝一と、JR 九州社長、石井幸隆との約束に始まったという。同年7月20日に復活が決定し、プロジェクトチームが発足した。九州に生体保存してある SL は、当時50両以上あったが、多くは野ざらしで、屋根付けで、手入れされているものは、ほとんどなかった。しかし、 人吉市 SL 展示館に保存されていた、陶器と D51170 は小屋付きで、ボランティアによって、きれいに手入れされ、保存状態が極めて良かった。このうち、少ない経費で復元できる、運転線区に制限を受けない形式である、経済的な性能で、取り扱いが容易という理由で58,654が選ばれた。 1987年8月1日の返還要請に対して、人吉市の了承が12月11日であったのは、ボランティアへの説得に時間がかかったためだという。58,654はそのままでは運べないので、ボイラー、大枠、淡水車に3分し、矢竹駅から小倉工場までトレーラーで搬送し、工場には翌朝到着した。小倉工場では、 大掛かりな修復が実施されることになる。ボイラーは使用できなくなっていたので、新日本製鉄に依頼し、申請された。運転室は、後半が衰弱していたため申請した。乱暴度も劣化が進んでいたため交換されたが、本来使用されていたアミメイターは製造中良されていた。ため島後半で代用された。滝口は、売園対策と、 性能向上のため重油平年装置を取り付けた。炭水車の炭鉱株に重油タンクを取り付けたため、炭水車上部を3 0トルかさ上げし、水タンク容量も2トン増となった。輪軸はそのまま使用した。道輪は摩耗限度に近かったので、住友金属工業で新たに製作し交換した。車輪の焼き場目は1 6 0 0ト、mm、ルの車輪の焼き。 バメ装置が小倉工場にはなく、住友金属工業小倉製鉄所で車輪を焼き、保温して小倉工場に持ち込み焼きバメした。女、煙タは、現役末期、生体保存時は、株切り取り型の、いわゆる、モンテツデフの中でも板部分の面積の広い特徴、ある形態であったが、修復の際に、板部分の面積が、標準サイズのものと交換された。 申請車両としての法的手続きの確認申請も必要だった。ヒーレ式は翌1988年7月2日に行われて校内走行試験をし21日に小倉工場を出場した。改装は主連棒を取り外し夜間に無動力改装を行った。翌22日に熊本運転所に到着して整備され26日に 熊本吉松間の本線試運転を行い、28日から客車を牽引して訓練運転を行った。8月20日にお披露目運転、28日から豊肥本線、熊本宮所の間の SL アソボーイ、被殺線熊本人吉間の SL 人吉号としてアメリカ風に改装された50系客車とともに運転開始された。SL アソ、 ボーイとして運用されていた頃の58,654、再登場当時はほぼ原型であったが、1992年に SL アソボーイ運転開始5周年を迎え、客車のイメージに合わせて JR 九州のデザイン関係を一手に受け持つ、未登家時の監修下に能力色に塗装され、淡水車の側面にロゴが大書きされるようになった。 その後女、煙板が取り外され、カウキャッチャーが取り付けられたこともあった。沿線の山林で、列車通過後に火災が起きたことから、1994年からは、回転火の子止めを装備し、停裁を整えるためダイヤモンドスタック型の煙突カバーが常用されるようになった。また AT AT、ATS も ATSSK 型に換装された。 1999年7月18日から8月31日の間は特別に銀河鉄道39号として運転され、999ヘッドマークが取り付けられたほか、淡水車に銀河鉄道39のメーテル、星野鉄夫のイラストが掲示された。2000年からは塗装が黒に戻され、新中飾り帯を除く各種装飾や、 淡水車のロゴが消された。しかし、もともと古い車両だったために老朽化が進んでいた。2005年の運転開始直前の試運転で軸受けに異常発熱が生じ、3月から4月にかけての列車を急遽で重軽ディーゼル機関車懸認として修理を行ったが解消できず、5月から8月の間は後部補機としてディーゼル機関車を連結した状態で運転された。 大枠の歪みにより、機体のバランスが崩れたために車軸などに負担がかかり、車軸焼けなどを起こすようになっていた。単独での牽引運転が困難となり、修復不可能と判断されたため、8月28日をもって SL アソボーイの運転が休止された。SL アソボーイの休止に伴う運用離脱後、機関車も一旦生体保存されることとなったが、JR 九州としては、 胴体保存の可能性を模索し、除籍を行わなかった。その後の調査により、奇跡的にも日立製作所に製造時の図面がある、ことが判明し、また、九州新幹線の延伸開業などもあり、観光資源として有効活用できるとの判断から、2007年2月21日より、JR 九州小倉工場にて修復を実施した。大枠を、 日本車両で、新製ボイラを、サッパボイラで修繕するなど、約4億円を投じて、SL や客車などを修復した。2009年4月25日より、熊本人吉間で運転が開始された。列車名は運転休止前に、同区間を運行していた、蔡の名称から、号を省いた、SL 人吉とされた。2010年時点において、 車席を有し営業路線上を営業運行できる SL としては日本で最も古いものの実際には心臓時の部品はほとんど残っていない。本機の場合、機関車の主体を成すボイラーが1988年、大枠が2008年にそれぞれ新規に作り直された得意な事例で1922年製機関車としての履歴を維持し続けた結果、 テセウスの船状態になっているとも言える。SL アソボーイ及び SL 人吉号、並びに SL 人吉以外の臨時列車としての運転記録は以下の通りである。このほか団体臨時列車として走行したり、PR 目的で通常は走行しない経路で昼間に回送運行を行ったりした例がある。ありがとうございます。